ここからはマスコットショー2回目を開催してまいります。さあ、ということでまずは中日ドラゴンズマスコットキャラクターシャオロン、パオロン、ドアロです名古屋ドームに遊びに来てくれているということで、さあ早速メッセージも読んでいきたいと思います。それでは登場していただきましょう。まずは HC 名古屋のコロちゃんです。拍手。さあ今日はですね、いろいろなマスコットたち来てくれて、ね、シャオロン、パオロン、ドアラと対決をしております。はい、コロちゃんはハンドボールの、ね、マスコットということで、ここからはジャンプシュートの対決をしたいと思います。さあ、それではまずはゴールがこれです。こちらを使います。ネタスタッフとか見たのと一緒に見てるけどね、はい、そしてね、ボールもハンドボールなのかな、ね、サッカーボールに見えるけど、あれハンドボール蹴らないでくださいね。はい、ジャンプシュートということで、ジャンプをしてそこでボールを離してシュートするんですね。ここに足が地面から離れてる状態で必ずシュートしてください。大丈夫？そう、そこの赤い線ですがラインになりますので、はい、後ろから助走をつけても構いません。さあ、コロちゃんね、やる気満々だけど、まずはシャオロンから行こうかな。ごめんね。なのでいきなりコロちゃんやるとね、もうドラゴンズのなんか対決みたいになっちゃうもんね、あとでね。はい、なのでまずはシャオロンから行きたいと思います。シャオロン初めてジャンプシュートだよね。頑張ってね、うまくできるかな。ボールはここです。しっかり狙ってください。それでは行きましょう。ジャンプしてるかドアラが確認してるみたいなね。はい、はい、ではジャンプシュートシャオロンの挑戦です。どうぞ。パオロンの挑戦です。どうぞ。決まりました。すごい、パオロンも初めてかな。初めてなのに決まっちゃった。すごいね。それでは今度はコロちゃんでいいですかね。はい、ではコロちゃん、これ決めないとね、ちょっとこの場の空気どうしていいか分からなくなっちゃうので、お願いしますね。はい、気合い入れて、コロちゃんのジャンプシュートです。どうぞ。シュッ。コロちゃん、コロちゃんいいシュートだったけど、あれだね、いつものよりちっちゃいもんね、これね。そういうことだよね。はい、あれだね、いつも本物に慣れちゃったからちょっと難しかったのかもしれないね。よし、では今のところシャオロンとパオロンが1点ですけれども、ここでドアラ試合しましょう。
ると。さあ、ということで、これ何？決勝した方がいいのかな？します？コロちゃんがね、残ると思ってたんだよね。コロちゃん、もう一回！コロちゃん！じゃあ、もう一回だけチャンス！じゃあ、コロちゃん！コロ、頑張ってね、プレゼン。どうした？大丈夫？ね、大きさを確認してね。そうね。ちょっと、いつもと違う。ね、小さいボールなので、難しいかもしれませんが。行きましょう。引き分けということでいいでしょうか。では引き分けです。ぜひ大きな拍手をお願いします。さあ、ということでジャンプシュート対決は引き分けということで、コロちゃんありがとうございました。 FC 名古屋のコロちゃんでした。バイバーイ。いやどうパオロン、ジャンプシュート面白かったね。面白いね。ゴール決まると嬉しいしね。さあ、まだまだマスコット対決続けていきたいと思います。さあ、続いて登場していただくのは東洋バイキングイーグルス名古屋のリードくん。おー、そしてトヨタ自動車アンテロープスのアンテドーワちゃん。さあ、2人はバスケットボールのチームのね、マスコットキャラクターになりますよね。ということで、何どうしたのドアラ。何でもない。さあ、それでは1回目のマスコットショーでもね、対決ありましたけれども、ここからはフリースロー対決をしたいと思います。拍手。さあ、このフリースロー対決ね、ドラゴンズチームはみんな入らなくて、先ほどはね、ちょっと残念な感じだったので、今回2回目です。ちょっと慣れたので、もしかしたら決まるんじゃないでしょうか。さあ、それではですね、みんなに順番にフリースローやっていただきまして、入った人が勝利となります。さあ、リード君とアンテノワちゃんはもちろん自信ありますか？もちろん。アンテノワちゃんも、はい。さあ、それではまずは、じゃあ順番はシャオロンからいこうかな。ね、さあ今回トップバッターです。ありがとう、みんな応援してくれてますよ、シャオロン。かっこよく決めてね。それではフリースロー対決、シャオロンの挑戦です。どうぞ。おっ、あー、残念でした。あら、今度はリードくんいきますか。先に、はい、ではリードくん、ボールはね、こっちです。パウロが持ってました。はい、ではリードくんの挑戦です。それでは、ごめんね、あのいつものボールとは違うかもしれない。あの向こうにポンポンポンって跳ねていかないように、そう、空気が抜いてあるんです。はい、なので、そう、いつもとちょっと違うけど、頑張ってください。お願いします。さあ、どうなのか、入るかな。おっ、あー、残念。なんで転がったの。残念だったね。ボールどこってなった。はい、ありがとう。残念でしたが、じゃあ今度パオロンの挑戦になります。さあ、パオロンね、一番背が低いからね、ちょっと難しいけど、パオロン頑張ってね。いきましょう。では、パオロンの挑戦、こっちから、片手でね。お、あー、惜しい。惜しかった。もうちょっとだったね。はい、でも残念でした。あとちょっとでしたね。そう、多分1回目の、ね、やつでね、向こう行っちゃったから、右の方にね、だからちょっとブラシでやってくれたみたいです。さあ、ここでアンテノワちゃんが来ました。アンテノワちゃん、決めてくださいね。このままだと、ちょっとみんな入んないまんまだと、ちょっと盛り上がりにかけますので、アンテナワちゃん、お願いします。いけ。お、
挑戦者はドアラです。ドアラがここで決めればねえ、それはね、グララでしょ。さあ、ここで決まればね、アンテナおばちゃんと2人で決勝対決いたしますよ。さあ、ドアラ決めることができるのかではドアラの挑戦です。どうぞ。もう一回行くの。ほっ、入った。あら、なんか荒れないで、荒れないでということで、これはもう一度対決ですね。アンテノワちゃんとドアラで、はい、もう一回ずつ投げていただきたいと思います。では決勝戦いきましょう。アンテノワちゃんからいきますよ。さあ、アンテノワちゃんはね、さっきも綺麗に決めてくれましたので、次も集中してお願いします。どうぞ。おお、すごい、さすが、すごい安定です。ではドアラ、ドアラは下から行くんだね。はい、ね、ちょうどいい距離っていうのがありますね。はい、ドアラ今度はどうやら動かないみたいなので、そのまま行きましょう。どうぞ。この後の試合気になりますけれども、時間の都合上ここで終了ということで、気になったけどまた持ち越しにしましょうね、この勝負は。はい、何度あれ言ってるの。あ、そうだね、さっき2回投げたもんね。ということで、じゃあアンテナワちゃんの勝利です。拍手。さすがです。やっぱりね、バスケットボールのチームに所属しておりますので、はい、ということでアンテナワちゃんが勝ちました。ではこのフリースロー対決はここで終了です。リード君、アンテナワちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ドアラダメだよ、ドアラダメだよ、勝ち帰らないでね。さあ、本当にね、今日はいろんなマスコットキャラクターたちに来ていただいておりますけれどもマスコットショー続いて、はい、登場するのは東山動植物園のジューボー。そして気をつけて。そして名古屋市教育委員会のアイモンです。はい、ということでね、今回出てきていただいたのはではないんですね。はい、なのでここからちょっとゆったりした対決をしたいと思います。アイモンは実は挨拶活動をねしているということで、ここからは挨拶当てクイズです。拍手。さあ、今からですね、ズーボとアイモンに挨拶をしていただきます。その挨拶がなんていう挨拶なのか、ドアラ、シャオロン、パオロに当てていただきます。ちょっと難しいかもしれないけどね、アイモン挨拶のプロだからね、ちょっと分かりやすくやってくれるんじゃないかな。じゃ、まずはスケッチブックを一人一冊ずつ。はいはい、はい、どうぞ。はい、どうぞ、はい、どうぞ。そしてペンも渡しまして、私の方からお題を出させていただきます。じゃ、まずはね、お客さんにも見せないようにしますね。じゃあ、アイモンから。あ、アイモン、あ、ごめんなさい、ごめんね、こっちです、私。はい、じゃあね、まずアイモンにやっていただくのはこれ。向こうでいいの？じゃあ、ドアラ
じもしましたね。そしてできた。シャオロン見せようか。はい、ありがとう。おお。そしてトーラ。何？ぺっこり45度。あ、確かにね。角度大事ですからね。角度によってなんか使い分けありますからね。はい、ぺっこり45度ということですが。はい、ではズーボへの挨拶のお題です。これ OK。 はい、ではズーボ挨拶をお願いします。どうぞ。おーおー、分かったかな。分かった。はい、ではドアラの答え
きませんでしたが、では15最後の挨拶当てクイズいきたいと思います。最後は全員当てられるといいな。ではズボ、今度はね、これいける？ちょっと難しいね、これ難易度が高いよ。お願いしますね。はい、それでは、まあね、小論、はい、これどうぞ。気をつけてね、周りつかないようにね。小論、どうした？できた？違う、どうしたの？分かんなかった？分かんなかった？やってないか、まだ。あれ？ね、私ちょっとなんかおかしかったね。1問目をやっていただきたいと思います。
はい、今日のお題はスポーツです。 OK？ 二人とも相談してある？大丈夫？してないの？大丈夫？知らなかった？ちょっと知らなかったの？どうしようね。いいよいいよって言われたのでやってみよっかね。大丈夫、いつも一緒にいる二人だからきっと同じスポーツできると思うよ。やってみよう。やってみよう。みんなの想像力も大切だからね。いい？何のスポーツかしっかり想像してくださいね。ではシャーロン・パーロンのジェスチャーです。どうぞ。これね、起動するのね。一番に投げてくれたので、頭
歳だけど歌えようかな。こんにちは。はい、ソフラとジャスライディがなんかやってるあのスポーツなんですか？ゴルフ。ゴルフ。ソフラにバスやってるけど。何何違う。ソフラゴルフで合ってるかな？あ、聞いてないねこれ。正解っていいですか？はい、正解です。拍手。はい、まだ回ってるみたいなのでちょっとね、はい、じゃこのまま回っていただいて、はい、ではあ、終わった。はい、ではコアラから。何それね。あ、書いてるの？コア書いてますけども、お友達のプレゼントだからね。あれ何も書いてないよ、大丈夫。ということで、おめでとうございます。拍手。大変ありがとうございました。いや、とてもね、楽しかったですね。さあ、今日はマスコットデーということで、この後もですね、試合のイニング間にもマスコットたちも盛り上げます。